グダグダ料理教室、はい、グダグダ料理教室の第79弾、ほうじ茶ゼリーということでですね、はい、パート1では、熱湯を 600ml にティーパックのほうじ茶ですね、これこんな感じのやつを、4つ入れました。で、どうだろう、そろそろ抽出できたかなって感じなので、これ今からね、じゃあこれを出しましょう。出して、ティーパックを取り出して、ちょっといけると思うんやけど、ちょっとこれね、この水分もちょっと足りないので、はい、入れてしまいましょう。大体こんぐらいかなと思います、はい、ではここにですね、次はお砂糖を加えて溶かしていきます。でこれね、ボウルの中で入れてしまいますので、ほうじ茶の香ばしい香りが、なんか漂っておりますね。なんかいい感じです。はい、お砂糖が溶けたら、今度いよいよゼラチンを加えていくのですが、私は、はい、いつもの通りこのクックゼラチン、これを3袋買いました。でこれはこのゼラチンやったら、事前にふやかしたりしなくても直接ね、ここに入れてしまえば溶けますので、はい、これで加えてよく混ぜて溶かしていただければ結構です。でこれでね、ゼラチンも完璧に溶けてしまいますのでね、でちょっとここでよく混ぜるという感じで大丈夫です。そう、はい、大体溶けたかなって感じですね。だいたい溶けたようですので、ですね、はい、次はよし、カップに、これを、これで、ね、ゼリー液が完成なので、カップに流し入れたいと思います。これでいいかな、小皿、スプバットを使いましょう。はい、よいしょ、で一気に、はい、こぼさんようにこのカラスレードルを使って、均等に、今日はこのゼリー型6個分目安の分量って感じですので、入れる時が一番ね、緊張する感じだね。はい、こんな感じで、はい、でこんな感じでね、まあ、
均等にね注いで入れていくという感じになりますので、このまま長々と撮っててもまあしゃないので、撮影の方をパート2はこれで終わりたいと思います。でまたパート3で仕上がりの状態って感じで続けていきたいと思います。